岡山スポーツ応援晴れスポリンクアップとしです。今回はバジアの岡山をご紹介します。子どもたちに夢を掲げ J1 入りを目指すファジアーノ岡山、昨シーズンは3位と過去最高の成績を残しながら J1 昇格にあと一歩届きませんでした。今年はチーム一丸となって優勝を目指します。今回インタビューするのは水戸ホーリーホークから移籍してきました鈴木義武選手です。背番号43番ミッドフィルダーの鈴木義武選手、今シーズン水戸ホーリーホークから完全移籍で加入した新戦力です。恵まれた身体能力と優れた戦術眼を合わせ持ち、攻守にわたって存在感あるプレーでチームの勝利に貢献しています。それでは鈴木選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあまず、初めになんですけども、鈴木選手、水戸ホーリーホークから移籍をされたということなんですけども、ファジアーノ岡山に移籍を決めた理由というのは何かありますか？移籍を決めた理由はやっぱり J1 昇格に、水戸にいる時より可能性が高いなっていうのを感じたところと、本当、環境面もそうですし、周りの選手とかも比べてやっぱ自分がより成長できるんじゃないかなっていう理由で、岡山に移籍することを選びました。で、試合を重ねていって、岡山では左サイドバックでの起用ということになってるんですけども、実際に岡山でプレーしてみていかがですか？そうですね、本当おっしゃってたみたいに左サイドバックって今までやったことがなくて初めての試みというかチャレンジだったんですけど、今のところは試合にも使ってもらえたり、うまくいってる部分が多いのかなっていう意味では、やっぱりこう移籍してきてよかったなっていう印象はあります。もう全然ポジションが、ミッドフィルダーでディフェンダー下に降りてきてるんで、もう全然ポジションが違うとは思うんですけども、その違いとか役割どういう風に感じられてますか？やっぱいっぱい走りますね、サイドの選手は。センターバックだとやっぱ運動量的にはそんなに多くない感じですけど、やっぱサイドバックだと前行ったり後ろ行ったり中行ったりみたいな感じで、大変ですけど、でも楽しいですよ。鈴木選手的には、個人的には、気持ち的には、ディフェンダーでサイドをやってて、自分的には攻撃的に行きたいようなニュアンスですか？気持ち的にはもう前にみたいな、あんまりなんか欲みたいなのないですけど、本当ホームの開幕戦みたいにやっぱ 0-0 の試合とかだったら、センターバックとかやってたら、後ろ0で抑えれたから良かったなっていうイメージでしたけど、本当サイドバックやるようになって、前が点取れないならやっぱ後ろから自分がこう、チャンス作ったりとか、本当直接ゴール絡むようなプレーをしたいなっていう欲は、ちょっとは出てきましたね。だから行ける時にはファンからすれば行ってもらいたいし、行く準備はありますよ的な頑張ります気持ちで、嬉しいですね。そんな感じです。選手としてのどうですかね、強みとかここちょっと見てもらいたいんだっていうのはありますか？やっぱり攻撃の部分で現代サッカーというかやっぱりビルドアップの部分は求められているところで、もともとセンターバックやっててその中ではやっぱこう足元には自信があったので、それを本当、センターバックやってもサイドバックやっても出せるところは強みだと思ってますし、守備の部分も、あんまり周りからは言われたりはしないですけど、自分の中ではこう、コーチングしたりとか周り動かしながら、守れるっていうところは自分の強みなんじゃないかなっていうふうには思ってます。この練習をして本番に臨むという、ことをやられてるんですけども、トレーニングも一つ、練習の一環としてありますけども、ウェイトトレーニングなんかもしっかりとされてるんですよね？ウェイトはそうですね、水戸の時は結構ガツガツ重量持ってとかやってましたけど、岡山来てからは、よりちょっとサッカーに近いようなというか、動きのキレを出すようなトレーニングの方が多いかなっていう気がします。なんか試合に入る前、最近ね、イチロー選手でもルーティンこれやってますとかっていうのを、僕たちも目にするようになりました。
鈴木選手がなんかルーティンやってることってありますか？なんですかね。必ずこれ食べるんです、飲むんです、見るんです、聞くんですみたいな。まあストレッチとかなんか食事とかはまあ普段通りは心がいつもと一緒みたいな感じはありますけど、特別やってるって言ったらなんですかね。なんか毎年一着勝負パンツをなんかまあ買ってもらったり自分で買ったり決めてそれを履いてます。はい、いいですね。なんかやっぱ気合い入りますよね。なんかちょっとまあ普段と違う感じを出したいっていう。それはあれですか？色にこだわりがあるか？いや柄かな。柄ですか？柄ですかって聞いてるのもあるんですけど、僕なんかは、ね、色なんですよ。あ、そうなんですか。いや僕のことを言うてもあれなんですけど。なんか去年とかは本当去年ユニバー遊び行った時に。ユニバー遊び行った時に、はい、勝負パンツ履くんですね。履くっていうかそこでなんか、はい、キャラクターのパンツみたいな結構派手なキャラのパンツを買って、はい、それを去年はずっと履いてました。試合の日はいいじゃないですか、はい、なんか強くなった気がしますもんね。まあそんな感じですね。まあそれ心のおまじないってのはありますからね、はい、そうですね。じゃあそういうルーティンをされているということで、はい、いや面白い話聞けたなと思います、はい、あとはまあサッカーのこともそうなんですけども、はい、こう最近ハマっているものがあれば教えていただきたいんですけども。僕は最近自炊に、あら、はい、目覚めてます。自炊ですか、はい。もうじゃあご飯もしっかり炊く。ご飯も炊いて当たり前じゃないですか。ご飯炊きますね、はい、ご飯もあれですか、炊飯、普通の炊飯器 で、はい、まあ、炊いてちゃんと味噌汁作ってお肉のなんか料理作って、ちょっとお魚焼いてサラダなんか適当に作ってみたいな。最高っすね、はい、それはちょっと岡山に来た移籍してきた理由でもあるんですけど、ちょっと環境を整えて、今まで一人暮らしで水戸の時も一人暮らししてたんですけど、やっぱ外食がどうしても多くなっちゃって、なんだ、やっぱ体のことを考えたらやっぱ自炊の方がいいのかなっていう部分で、まあ岡山ではちょっとねキッチン広い家に住んでちょっと自炊頑張ってみようかなっていう感じで、はい、続けてますか今のところは。はい、最近大丈夫です。最近作った料理は、最近はキムチ鍋ですけど。あ、キムチ鍋いい。キムチ好きっすか。あ、好きっす。辛いのも食べられる、はい、いいですね。まあ、鍋はね入れるだけで、鍋はまあ簡単ですけど、でもちゃんと鮭のバターホイル焼き、まあ、出た、ちゃんとキノコ切って、え、難しくないですか。いやでもあれもまあ料理って結構やってみたら、今本当レシピとかもいろいろ載ってるんで、なんかやろうと思えば何でも作る。じゃあもういろんな味付けに挑戦してみて。そうっすね。調味料変えるだけでもね。調味料もいっぱい変えましたよ。あの形から入って、とりあえず大切だと思います。最低限のバランスは考えてみたいなのやってます、ね。いやー素敵ですね。でなんかお話聞く前にね、ちょっといろいろちょっと調べさせてもらったら、西日本での生活が初めてっていうことで、まあさっきのお話にもつながるかもしれないですけど、岡山は改めていかがですか。岡山はなんか自分がイメージしてたよりは都会な感じで、まあ、駅前だと本当いろいろご飯屋さんもそうだし、買い物するところもあるし、いろいろあって、まあ、ちょっと渋滞するのがね、ちょっと気になりますけど、ちょっとね、やっぱり混雑、夜、そうっすよね、そうですね、夕方と朝の時間でちょっと混むんですけど、だからそう考えたら、まあ、田舎って感じではない町、そうなんです、そうっすよね、そこそこ、いろいろあるんですよ、はい、そう、だからまあ、ちょうどいいというか、はい。感じで、はい、ちょうどいい岡山でございます。攻守にわたりチームを牽引するプレーで、今後ますます活躍が期待される鈴木選手。最後に今シーズンの目標を伺いました。それでは最後に、はい、目標、今シーズンの目標を聞かせてください。はい、目標はやっぱりチームで、まあ、J1 昇格、J2 優勝っていうところを目標にしてるんで、まあ、そこに向けて、まあ、自分がその力になれればと思うんで、まあ、そのために、はい、全力で頑張りたいと思います。ということで鈴木選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではここでお知らせです。ファジアの岡山、次のホーム戦はご覧の日程で行われます。鈴木選手の活躍に注目です。